福島県浜通り地震は、2011年4月11日17時16分、福島県浜通りを震源として発生した地震。地震の規模は、マグニチュード7.0で、福島県と茨城県で、最大震度6弱を観測した。福島県浜通りの北緯36度56.7分、東経140度40.3分、深さ約 6km を震源とする地震。 規模は、気象庁マグニチュードは、MJ7.0、モーメントマグニチュードは、アメリカ地質調査所では、MW6.6 から6.7、気象庁では 6. 6、MW6.6、6.7、MW6.8 と解析されている。福島県浜通り中通りと茨城県南部で、最大震度6弱を観測した。この地震の発信機構は、東北東西南西方向に、 張力軸を持つ、正断層型であり、近く内で発生した地震であるとされる。気象庁は、東北地方太平洋沖地震の震源域で発生した余震であるとしたが、プレート境界域における海溝型地震であった、東北地方太平洋沖地震とは、地震発生のメカニズムが異なる。東北地方太平洋沖地震の震源域における、西南端部での発生ではあるが、 大きな海溝型地震に誘発されて内陸部の断層がずれることで発生する誘発地震と見ることもできる。茨城県北部や福島県浜通り地方では、東北地方太平洋沖地震以前はほとんど地震活動はなかったが、3月11日以降、活動が活発化した。この地震活動は大きく南北2つの領域で発生していた。 南北二つの領域の間ではこれまで地震がほとんど発生していなかったが、4月11日の地震はこの間を埋める領域で発生した。気象庁は地震発生直後、茨城県沿岸に津波警報を発表し、宮城県、福島県と千葉県の九十九里、外房に津波注意報を出したが、震源域が主に陸域であったため、 津波は観測されず、同日18時5分にすべて解除した。なお、翌日14時7分には、福島県中通りを震源とするマグニチュード6.4の地震が発生し、福島県浜通り、茨城県北部で、震度6弱の揺れを観測した。翌年2012年4月11日には土砂崩れの、現場で余震としては、唯一の一周期の合同追悼行事が行われた。 水底活断層とされていたが、大きな地震の発生が予想されていなかった伊・戸沢断層、湯の竹断層の活動によるもので、伊戸沢断層の西側延長線に沿って、明瞭な正断層型の地震断層が出現した。さらに、産業技術総合研究所の調査では、伊戸沢断層の他に、湯の竹断層と未知の断層である塩の平断層の活動が確認された。 これらの断層が数秒の間隔で動いたことによる地震としている。なお、2011年9月に糸沢断層付近で行われたトレンチクッ調査の結果では、一つ前の活動時期が12,500から17,000年前で869年の上岸地震の際に活動した痕跡は見出せなかった。震度5弱以上の揺れを観測した地点は以下の通り、 北は北海道の津家郡別海町、西は鳥取県境港市で震度1を観測するなど、北海道から中国地方にかけて震度1以上の揺れを観測した。また、防災科学技術研究所が設置した共振観測網によれば、北茨城市で震度6弱相当の揺れを観測したほか、気象庁の推計で岩き市の一部で、 震度6強もしくは震度7相当の揺れがあったと見られている。なお、この地震で震度6弱の揺れを観測した茨城県鉾田市の東間にある震度計は、後の調査で地盤が不安定な場所に設置されていることが判明したため、震度計の使用が中止されることになった。現在でも鉾田市の東間には、震度計は設置されていない。 3月11日の東北地方太平洋沖地震以降、福島県の浜通りから茨城県の北部にかけて地震が相次いで発生し、4月11日以降も活発な余震が続いた。東北地方太平洋沖地震の本震の発生から6年、近くが経過した2016年12月にも茨城県高萩市で震度6弱の揺れを観測する強い地震が、 発生している。これらはいずれも、震源の深さが、比較的、浅く、ほとんどが、正断層型の地震である。ただし、この地震の翌日である、4月12日14時7分に起きた M6.4 の地震は、逆断層型の地震であった。関連性が高いとされる揺れの大きかった地震は、下記の通り。福島県浜通り地震の翌日である。 2011年4月12日の午後2時7分、頃には、福島県中通りの深さ 15km を震源とするマグニチュード6.4の地震が発生し、福島県と茨城県で震度6弱の強い揺れを観測した。前日の通り、この地震は、前日に浜通りで起きた地震とは違い、逆断層型の地震であった。震度5弱以上を観測した地点は、以下の通り、 なお、気象庁の推計震度分布図によれば、岩き市の一部では、震度6強や震度7を観測したとみられる。この地震で、一人が負傷した。2016年12月28日の午後9時38分、五郎には、茨城県北部の深さ 11km を震源と、するマグニチュード6.3の地震が発生し、茨城県高萩市で、 震度6弱の強い揺れを記録した。この5年前の福島県浜通り地震と同様、西断層型の地震である。震度5弱以上を観測した地点は次の通り。なお、気象庁の推計震度分布図によれば、茨城県北茨城市では、震度5弱、震度5強程度の揺れを一部で観測したとみられる。この地震で、長さ1 5トルほどの未知の活断層がずれた。 震動による顕著な家屋被害はなく、地表地震断層の直上の建物では、最大変異80センチメートルの変異による変形や、傾斜などが発生したほか、土砂崩れが発生するなどして、高校生などを含む4人が死亡し、負傷者を10人出した。また、翌日14時7分に発生した地震においても、負傷者を1人出した。福島県いわき市多斗町石中で土砂崩れにより、 住宅3棟が倒壊し、3人が死亡した。県道岩木石川線では、数箇所で土砂崩れが発生し、走行中の車が巻き込まれ、1人が死亡した。福島第一原子力発電所では、1号機から3号機の外部電源が途絶し、一時注水が中断されたが、約50分後に再開された。福島県内で204,342個の停電が発生。 また、4月12日14時7分に発生した地震により、新たに5910個で停電が発生した。JR 東日本では、常磐線、東北本線、万越東線、万越西線、水軍線で運転を休止した。それ以外の鉄道も、JR を中心に大きく乱れた。常磐自動車道では、土砂崩れが発生したことによりいわき なこそインターチェンジいわき湯もインターチェンジ間が通行止めとなった。また、福島県道14号いわき石川線でも大規模な土砂崩れが発生した。福島県いわき市で2件の火災が発生した。NTT コミュニケーションズでは、企業向けデータ通信サービスが停電により一部で利用ができなくなった。全国ネットのテレビ局では、本地震発生当時は、 夕方のニュース番組を放送していたため、すぐに緊急地震速報や、地震速報、津波警報の報道に切り替わった。このうち NHK 総合テレビの首都圏震災ニュースでは、水戸局の向井和弘アナウンサーが、茨城県北茨城市の避難所である、体育館から中継している最中に本地震が発生。向井アナが、当時の体育館の様子を実況するとともに、 周囲へ注意を呼びかけている最中に緊急地震速報が発表された。これを受け中継を急遽打ち切り、スタジオに映像を切り替え池田達郎アナウンサーが改めて視聴者に警戒を呼びかけ、茨城県水戸市の中継映像が流れている最中に同番組が強制打ち切り終了となり、全国向けニュース用のスタジオから井上、二郎アナウンサーが地震の情報を伝えた。 その後前日の通り最大震度6弱を観測したため NHK 全波で地震報道に切り替わり津波警報が発表されたことを受け NHK 全波で緊急警報放送を実施した。またフジテレビでもスーパーニュースの震災1ヶ月関連の特集で安藤優子キャスターが福島県内から中継をしている最中に本地震が発生。地震発生時は 東京のスタジオにいたコメンテーターの木村太郎が福島県の現状についてコメントしている最中に緊急地震速報が発令され、すぐに奥寺県アナウンサーが視聴者に揺れへの警戒を呼びかけた。その直後、中継先での揺れの様子が放送された。NHK 教育テレビでは日本語で遊ぼうを放送している最中に緊急地震速報が発表され、 地震発生数分後から6時19分まで緊急のニュース番組を放送し、6時20分からは東北地方太平洋沖地震の影響で放送開始が延期され、本地震発生日の4月11日に放送開始が予定されていた新番組、第、天才テレビくんが通常通り放送された。ありがとうございます。